ねね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 ね眉毛の形変えましたか？変えてないです。眉毛はアートメイクですか？アートメイクですよ。お前アイラインも。そうだね。アイラインも。サコもやった方がいいんじゃない？あ、そう、それ思った。サコはね、怖いんだよ。やったらいいと思う。怖がってる。全然痛くないよ。私に引っ叩かれるより。全然痛くない。絶対ね、サコの素顔出したいよ。やめてください。SNS に。はい、ジャガーさんの初恋はいつですか？11。あ、お姉さんの同級生でしたね、確か。違うよ、ちょっと下だから。卓球部の人ですね。そうとか言って、恥ずかしがって言っちゃってる。お姉ちゃんなんか平気な顔して、中野とか言っちゃって。名前出してんじゃない、自分も。いないから大丈夫。まあ、だから、人には出すなんて言うね、自分なんじゃん、ね。これはいい話だから、お前のは悪い話だろ。そうかな、中野。だって、私の初恋の人だから、変わらないじゃん。別にいいじゃん。はい。はい、JJ 君、これ番組ですかね、ベストヒット USA 見てる？知ってますか？ベストヒット USA 見たことないな。アメリカの番組って日本やってないから。それ日本の番組です。え？日本でやってた番組ですね。いや、知るわけねえじゃん、そんなの。量テレビないもんだって。あ、そうなんだよね。食堂でしか見れないから、期間限定なんだよ。食堂で何かかってんの？ NHK とか。妻飛ばしてるでしょ。興奮してるでしょ、ね。いや、なんか、いや、リモコンがないから電源ついた時はランダム。広がんないね。はい、ちょっと次。JJ 君は楽器できますか？あ、俺。縦笛でしょ。縦笛。感されたもん。いや、これめっちゃおもろい。いや、これ、これね、これ言いたい日はあるんだけど、小学校の時にね、はい、じゃあ、小手期待っていうのが小6になるとある。そこで、これ、何回かあったんだけど、まあ、おいちゃんね、楽器ね、やれなかった。もともと、シンバルやりたかったわけよ。うん、どうしても一番簡単そうじゃん、はいはい、あのシャーンってやるから、うん、でそこでどうな当選するために何が必要かって正義が必要じゃないですか。だから、なんかその自動的にやらせるために俺じゃ何を考えたか、うん、当時の小6の頭の中で何を考えたか、うん、シンバルをもう買ってしまったと言えば、うん、もう絶対なれるじゃないですか。だってもうそこどうじゃどう勝利するのってなるから、うん、そこを詰めればいいんだと思って、いやもうちょっとどうしてもないないですって言って誰に言ったわけよ、うん、シンバル買って、うん、あれいかがしたか、2万ぐらいしたか、2万ぐらいですかね、2万ぐらいして実際持ってたんですよ学校に行って、はい、まあ、もう買ったら絶対もうやらせてくださいって、うん、いや分かった、うん、じゃあ練習しろよって言ったんですけど、結局、うん、3日坊主で終わりました結局少ししかやってなくて、うん、意外にむずくてやめたって、で次何に目をついたか、これもまだもう1個あるのが、はいはい、いやじゃあトランペットやりたいなって、うん、なったんですよ、うん、でそしたらいやもう決まっちゃったね人みたいな、うん、そしたらまた誰にでも行ってトランペット買ってよと4万ぐらいしたね、あれも4万買ったの一体で、今は、今はあるよ、本当バカじゃないのあんたも、いやだって、ね、こう言うんですよ、トランペットどうしてもやりたいと、でも先生がもうトランペットの貸し出し楽器全部ないからやらせられない、嘘つくない、それでじゃあ自分で持ってたらいいですかって言ったらいいって言われたから買ってくれと、じゃあ買ってあげようかなと思って買ってあげたんですよ、そしてそしたら、はい、緊張買った時やらなかった、もうすいません、もういやいやいいじゃないですか、でそれでいいじゃないですか、最終的に何をやったか、はい、リコーダー、リコーダーもう全員がやるやつね、リコーダーこれのことね、これのことね、それ誰でもやるから、本当にソプラノリコーダーこれ全員がやる、みんな持ってるやつやりました、だからそういうやつなんですよ、本当にすいません、本当にさっき眠くなっちゃってんじゃない、いやいや違う違う違う、いやいやそういうオチだったんじゃない、こんなん全然いいじゃないかね、ちゃんとオチが今寝てるって、ふさこが普通の目を開けててあれくらいの遅さの、もう私は大丈夫です、はい、質問いきます、はい、JJ 君の初恋いつですか、これを言っていいねえねえ初恋は、ね、幼稚園の、ね、まあ年中っていうのがわからないけどまでやったんだけどまあある女の子が好きすぎて、はい、マジでもう自分の愛を伝えたいなと思って、これもあんま英語で今一緒です、まあまあ、その英語っていうか、で自分の愛を表現したいなと思って、はい、まあ、当時の自分は何を考えたか、ねえ3歳じゃない、ちょっと水ささないで、ちょっと今まあそれで自分で愛を伝えたいなと思ったけど、そしたら何をしたか、はい、その子のおでこにキスをしたと、あ、まあ、それはまああるあるじゃないですか、はい、まあ、そこでね、まあ、嫌だってなったんですけど、はい、まあ、そこを発端にですね、
まあ、たまに、まあ、最近会ってないんですけど、はい、その今になっても、うん、そのことを引きずって嫌われたと、うん、ああこれちょっとあんまりよくないね。ああそうだね。いい加減冷めろよって思うんですけど。大体さ別に普通なんだからさ、見た目だけだったらさ彼女できてもおかしくないのに、うん、彼女ができないにはこいつになんかどっか欠陥があるんだよね。いや違う、俺って思うのが今の子は単純に俺ちゃんみたいな顔好きなんじゃない、好きじゃないんだと思う、ね、顔なんて関係ないんだよ、まあね、今はね韓国がね今すごいブームだから、うん、だってマッシュルームとか、まあ、そういうヘアがいいとされてんだよ、うん、俺ちゃんちょっとねなんだろうな80年代みたいな髪してるからそれちょっとね、マッシュルームのが80年代だよね。80ちょっとねギャップがありすぎちゃって持ってないかなと思ってるから。顔もですね別に周りでも比較的劣るんですよ。でも顔とかスタイルの問題じゃなくて性格だと思う私は。いやそれいやそうでもなく、いや性格あのね木下よりは悪くないけど。どういうことだよ。基本的にはついていけないんだよお前のその発想とかに周りの人が。ちょっと独特とは言われるけど、まあでもね確かに思うのが、おちゃんこれね苦手な1個の話です。話すごい飛ぶんだよね。だからそれがちょっと疲れるみたいで。ねお前 B 型だったらどうする。自分の好きなこと言うよ B 型は。サコもそうだけど血液型関係ないでしょ。関係あるんだよ日本人は意外と。意味がない。あいつ日本で、はい、4パターンしかないです、はい、そしてですね先生の初こいつですか。いつですかね。中学生ぐらいかな。生当てでいい。中学1年と3年は違うんですよ。生当てでいい。何もしたの。下の名前。いや何も忘れちゃったよ正直。美穂とか。いや本当本当に忘れた。だけど美穂とは付き合いました。うわキモ、何のキモ、何のキモ。ガチでね、コーヒーの喫茶店で振られた人でしょ。違います。でもそこ行ったかな。そんなことして何分かるのか。分かってるか。マジっすか。痛い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 。ジャガーさんの真似しないで。お前はうるせえ、うるせえんだよ。先生どうしましょう。11時を過ぎたんですが、はい、大丈夫ですよ。バッチ購入の方がたくさんいらっしゃいます。はい、はい、もう最後まとめてやりますんで。まとめてやりますか。はい、はい、もうあのこれ延長で、延長でこの後のみっちゃん寝ますので。何分延長。40分。30分延長ですね。誰眠いんだろう。そう、眠くないよ全然。じゃあ行く。みっちゃん行くよ。みっちゃん次は。お、じゃあちょっと席を外されてるんで。あ、そうですね。みっちゃんね、多分風呂入りに行っちゃったと思う。私の勘は。じゃあ、はい、JJ 君から見た作調整、ちょっと話してもらおうかな。うん、そうだね。ここに、お前、せっかく帰ってきたから。いいよ。じゃあ、いいよ、このままでいいよ。いや、二人で行きね。いや、どっかに行きたいですね。そうそうそう。どっかに行きたいですね。どこですか。うんこだよ。いやいや、なんでそんな暴力を振るんだよ、すぐ。はいはいはい。カモン。吐く息ね。吐く息ね。痛い痛い。でもちょっと端っこが一応嫌なんだよ、なんだか。ほらほら。恥ずかしい。早く。この間がもったいないやから。嘘をつけよ。嘘をつけ。しかも、大量に残ってまーす。どういうことでしょうか。ねね、ゆっくり飲んで、大量に残ってまーす。お手がちの対人恐怖症ですね。はい、はい、嘘つかないでください。イカとか食べない。さあ、ここからいきますよ。テンポよくいきますよ。ね、テンポ悪いみたいに言うな、人。ジャガさん、テンポ悪いです。ね、これがいいんだよ。はい、お願いします。はい、木下先生、どこの高校卒ですか。知ってるでしょ。北海道ですよ。北海道。北海道第一高校。違います。深川西高校です。今40代しかないと思う。そうですそうです。過疎化が進んでとなんかこの間ヤフーニュースに書かれてましたね。あの僕がいた頃は、進学校だったけどとか書いてありましたけど、そうでもないですよ。僕高校落ちたから二次募集でしょうがなく行ったんですよ。落ちた人の悪い、そういうこと言わないんだよ学校。でも実際そうなんです。はいはい。なんか今プーって聞こえましたけど、なんか違いますか。どうなさん、なんか実際今プーって横から聞こえた気もしますけど。お前やめなさいよ、はい、先生の私服のセンス、うん、好み好きです。多分ね同年代の方ですかね。ダサい。ロカベリー好きの人はこの好きだと思いますよ。あのね、本人似合わないのに着るんだよね、ロカベリー。ねえプー、ねえみっちゃん、ほら出てって。終わってからでしょ、ね、はい、先生のお父さんもお医者様ですか。違います。はい、どうぞ。はい、はい、そこは扱い方が難しいです。反抗期はどう乗り越えましたか。いや、ほんとね、ほっこりしかないです。うち反抗期はないので。ね、反抗期だって言う。え、はい、反抗期だから。え、
反抗期だってお前もずっと繁忙期そういうことに時間無駄だから。はい、はい、先生メガネ外したところが見てみたいです。気持ち悪いよ。まあ、じゃあさん、なんか一回一回コメントしてくれるのありがとうございます。せーの、いいね。はい、ふたこか木の下か目細。はい、はい、あ、これよく来ますね。木下先生、ジャガーさんのどこが好きですか？精神力です。なんかね、またまたなんか来たら、またコメント来るか。なんかね、いち一回一回噛みつくか。精神力なんかもうねえんだよ。はい、先生、医師に年齢制限はありますか？いや、ないですよ。何歳でも大丈夫です。好きなジャニーズはいますか？いません。先生、シラがありますか？めっちゃ、ね、今日も染めました。はい、先生若いです。気のせいだから。気のせいです。若くないですよ。ほんで54歳のおっさんです。先生かわいい。先生、鎌倉女子のイベントはいつですか？イベントって何ですかね。緑祭。あ、緑祭11月、11月の第1週目同日です。これちゃんとやりますので、 JJ もジャガさんも来てくれますのでよろしくお願いします。 J さん、 J さん、はい、なんでですか？忙しい。嘘つかないでください。いや、だってこの試合だったら困るもんね。嘘つかないでください。 J さんも来ますよ。 J さん来ますよ。はい、木下先生、髪型イメチェンしないんですか？しません。猫いるからあげられません。いや、それじゃなくて、一応ね、これ韓流スターイメージしてるんですよ。昔って、なんで笑うんだよ。ちょっと待って、みんなおかしいよ、おかしいよ。吹き出す JJ なんだお前。はい、どんどん行きます。はい、家のこと手伝ってくれない主人をどう思いますか？僕もそうだから分かりません。いいじゃないの、それぐらい。それが何もあんねえだろうか。はい、先生は美容室ですか、床屋ですか？もちろんカリスマ美容師さんです。はい、先生、何したっけ、11月何日？4号試合。はい、すいません、いつか試合でした。結構軽いですね。勤労なの？どう日です。11月でしょ。はい、ね、どう6日？はい、はい、先生、今日何本目ですか？お酒のことでしょうね。うん、3本目です。いつも5本ぐらい飲みます。木下先生、35歳。ね、バカじゃないの、その人。54歳です。あ、もう54。はい、はい、ジャガーさんも来るなら行きたい。学園祭行きます。うん、来なくていいよ、行かないから。いや、ほんとね、我々の家族のトークショーってあるんですけど、入りきらないね、いつもね。ノーギャラなの、ふざけんな。いや、確かに。すいません、学長先生にはご挨拶する機会じゃないですか。いや、するいい。そうだよ、ね、そういうことを言って、またダメですよ。あんたね、あんたに言われたくねえよ。余計のカズテルとお前呼び捨てにするな。お前はカズテルに会いたくないよ。学長先生だろ、お前は。福井さんに会いたくないよ。学長先生がお前のことちっちゃいから買ってくる。でも確かに JJ も学長先生も好きなんですよ。しょっちゅう言うんですよ、学長先生のこと。福井さん、そうだよね。福井さん、マジですごいでしょ。福井さん、ね、僕本当に学長先生がいなかったら鎌倉女子大学続いてないと思います。ああね、福井のこらこらこら白鳥先生だろお前。福井さんの統率力でなんとか申し答えてる。はいはい、お願いします。はい、先生は通勤時間何されてますか？通勤時間ですか？そうだな、ウォークマン聞いてる。黙祷ですね。はい、先生、ご家庭が医師じゃなくても裕福なご家庭だったんですか？あ、うちですか？情報屋。まあまあ、そうですね。情報屋じゃねえよ別に。まあ裕福だったと思います。はい、お家のことはどなたがされてるんですか？お手伝いさん。ああ、今の僕の家庭ですか？はい、まあジャガーさん5、お手伝いさん5じゃないですかね。はい、JJ 君の笑った顔素敵、モテると思う。JJ 君のどなたかファンの方、こちらまでご連絡お願いします。はい、先生、メガネにこだわりありますか？ね、僕松島まさきさんっていうブランドが好きで、そちらのメガネをずっと買ってます。木下先生、今日もスマートです。スマートですってどういう意味ですかね。木下先生、キュンポーズして、キュンポーズってなんでしょうね。キュンポーズどうなんだろう。キュン
なわけわかんない、全然わかんないな。喜んでくださってると思います。はい、あ、JJ 君への質問もいいですか。お願いします。はい、JJ 君、夏休みの予定は何ですか。 J さんは、23に2社面談があって、そこから入ってきて、で割と忙しくて、25日も出席するんですよ、ジャガスの工場ね、うん、でそこで出席しますし、割と仕事でパンパンですね。まあ、女の子に会う予定は何日か作りたいなとちょっと思ってます。うん、おじさんね、これね、なんかね、一つね、おじさんね、失恋って割とありだと思う。最近失恋したんですよね。おっと、そう、なんか最近彼女、彼氏できたって言われて、おっと、あのめっちゃ心痛くなって、ガビーね、プレゼント買ってあったのに渡せず、はい、でそれでね、まあ、失恋したんですけど、そこからね、学びとして、うん、ちょっとね、ちょっと一皮見てたなってちょっと思ったのが、うん、なんかね、心が広くなった気がする。うん、あとね、虚勢を張るのがちょっと少なくなったかなとちょっと思ってました。なんで、まあやっぱ今まで失恋の方が多かったけど、普通の恋愛もしてきたよ。何これ、はい、匂う、お匂うね、作調整の帽子ちょっと小さくしたら急におっと、ピンクの作調整すごいね。でもこれぐらい先生、あのその間にですね、はい、木下先生、今も可愛いです。木下先生、はい、マジ可愛くて心臓ドキドキ、多分キュンポーズに対してですね。本当ですか。まだ小さい。本当ですか。まだ大きい。大きい。頭小さすぎやるか、ちょっと。だんだん小さいね、本当ね。いや、アンタッチがでかいんだ。だからちょっと。JJ 君、三者面談は。いやいやいや。だからちょっと。三者面談はどなたが行きますか。ダリア、当然仕事忙しいんで。あ、ちょっときついぐらいだね、これは。あの、ジャガーさんと俺ちゃんで行きます。はい、いや、みっちゃんも付き合ってるなと。なんで、ね、そして、ふさこも行きます。三者面談ごときで、一人なんで、一人なんだよ。旅行がてら行こうかなと思って。いやいや、おかしいでしょ。いいじゃないかよ、軽井沢、ね、世界に羽ばたく着作調整いいね、これ。 JJ 君、夏休みはインスタライブ出てくれますか。はい、出ますよ。もちろんそうですよ。はい、はい、木下先生、指ハートにしてね、あ、さっきのキュンポーズですか。ああ、じゃあみっちゃんこっから行きますか。そうだね。じゃあ JJ 変わってください。みっちゃん、いいよ、JJ 先生、みっちゃんこっち何分出んのこれ。いやー、半分でしょ、踊りたいんですよ。さあ、じゃあメガネ作るよ。あ、メガネ、おっと、姉妹で来るか、姉妹で来るまで、おっと、姉妹で来たか。姉妹でやったらお芝居で意外に面白い。はい、千円いただきます。じゃあ、好きだったら、はい、ジャガーさん、ピンク色似合います。そうなんですよ。いや、まずね、みっちゃんを紹介してください。うちの姉ちゃんです。みんな、お元気。おー、来た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 、喜んでる、喜んでる、ポーズありました。いい、羨ましいね。お元気ぐらいで、お元気ぐらいで、みっちゃんハートが来てますよ、今。ありがとうございます。こっちもハートすっか。みっちゃん、すごい人気あんだよね、みっちゃんね。はい、みっちゃん、お元気。汗だろ。いや、あんたが人気なんだと。あ、でも皆さん、あの、お元気って返されてますね、今。本当ですか、はい、ありがとうございます。これ分かる人は大体です50代以上ね。そう、じゃあ25日来た人ね、みんなお元気って声かけてください、私に。ちゃうろちょろしてますから。そう、お元気って言ってください。ねえ、何回言うか数えて、せーの時間ね。そう言われたらみっちゃん多分無視すると思いますけど。目悪いからね、声かけてくる時はお元気で、お元気だけで、ただのこんにちはじゃあね。そうそうね、すごいですよ、元気だったら、あ、ね、見てくれてる人だなって思うんで。来た、かわいい。ねえ、何そのサングラス、こんなティアドロップ3もないのに。ジャブトロップかっこいいね。私も老眼で頑張るから。ジャガーさん、トップガン見ますか。あ、見てきた、見てきた、これか、見てきた、見てきた、見てきた、これ前のトップガン、見に行きます。面白かったですか。うまいな、前のトップガン、個人的にはめっちゃ面白い。見に行く。はい、帰ってきたら。いや、大丈夫、結構エルビス見に行きたいね。あ、エルビス見たいね。エロビスはないの。エロビス自分でね。ね、あのさ、なんで木下って下の話すると似合わないんだろう。気持ち悪くない。まあ、顔がキモいからね。そうやかましいよ。そうだそうだ。はい、JJ 君に質問来てます。 JJ 君、お父さんとお母さん怒るとどっちが怖いですか。でもね、おお、怒られることが最近ちょっと少なくなってきた。確かにそうなんだよね、例年よりも。い
いないだけで、まあ、ジャガーさんとダリーはまあ同じぐらいですよね。怒る場所が違うもんね、うん、で一番怖いのはまあみっちゃんかな。みっちゃんなんだかんだ言ってちょっとあのうるさいよね結構ね、結構遅いったんで、ジャガーさんをちょっとねあの一緒に腫れるぐらいの怖さを持ってるね、まあ、違うね赤鬼と青鬼みたいな違う怖さを持ってる。はい、みっちゃん質問来てますよ、はい、いっちゃん夏バテの時おすすめのメニューありますか。夏バテしたことないんだよでも麺類が多いじゃん。そう、夏はご飯を食べるより3食麺類いいぐらい麺が好きです。嫌な顔するのは家族でしょう。そうですじゃん、怖いっていう怖いっていうかコメントで怖いって笑ってますけどね。いやいや、そうそう、私たちは同じ親に育ってるので母がやっぱりこうるさい人なんだよね、うん、厳しい人だね、うん、まあ昭和の人なので。おみっちゃんは説得力ある、みっちゃんお若い、みっちゃんもっと怒っていつも怒ってますみっちゃん今日お泊まりですか。はい、泊まります、明日帰ります。はい、そしてジャガーさん、石原裕次郎さんみたいですね。意味がわかんないその帽子がじゃないですかね、もうその白が姉妹、声似てますね。いや、上二人もっと似てるよね。そうそう、4人姉妹だからね。いっちゃんは何人家族ですか。うちは、今3人で違うよ、家に住んでんのか、ね、家族は4人4人、4人です。いっちゃん、今日の青色の服、爽やかで素敵ですね。ありがとう、大使のお風呂です笑えるさ、着るもんなくてさ、大使がもうちっちゃくて着れないやつを。みっちゃんは何色が好きですか。ピンクですそうだよ、だから普通になんだよ、本当にピンク好きやな、ピンク好きやね、一回見まとってた。かわいいじゃん、ちょっと そこの傘、傘身にまとってよ、一回見でもないよ、本当に入れ物だよ、入れ物、あ、風呂だよ、そこにあるじゃん、ほら、あ、これですか、え、これ違うよ、お前何見てそれだよ、そうそうそう、はい、カイベ、ほら、これ、そう、ピンク、これでーす、お土産でもらいました。薄ピンクやな、薄いピンクだけど、そうね、桜色みたいな感じ。あ、そうですね、綺麗な表現ですね。お、今日人数すごいですね。え、まだ1098人の方がいただいてます、ありがとうございます。もう遅いのにね、すごいね、家族パワーすごいね。ありがとうございます。僕単独だと700人ぐらいですからね。あのね、私が絶対なかったら300人ぐらいで終わるあ、ジャガーさん、さっきの石原裕次郎さん、なんかガウンが裕次郎さんって言った。あー、あったね、ブランデークラス、うんうん、そうだそうだ、そんでは、ね、全然似てないんだけど全然似てないんだけど、ブランデー回してるイメージあるね、こうやバスローブそうだ、これね、あ、そうだそうだ。あ、みっちゃん、ピンクの帽子かぶってきて。帽子似合わねえんだよなぁ、女性帽子、姉ちゃん、ボタンだな、これちょっとびっくりしちゃった。どういうことこれあ、ひげ、いや、これ何してんの、あ、これやっちゃダメなんだ、あれガチで、あの、どうしたらいいの、何してんの、ほんとみっちゃん、みっちゃんとジャガーさん、ね、ちょっとマジでやってくんだよ、もうふざけんなよ、ちゃんとやれよ、こっちはもっといないの、そうだよ、ちさ子ガチ映りそうなの、笑うの、ちょっと待ってください、めっちゃ映ってましたよ、今やめてください、やめてください、立てすぎなんだよ、今そもそも、そうそうそう、それダディが悪いんだよ、はい、全部でもさ、これさ、マジさ、作長生が宣伝なっていいいいね、自分の所属してる学校、そうだよ、じゃあ私もユニフォーム作ろうかじゃあ、ね、作長生作ろうかな、うちの息子をね、成長させてくれる学校だから、もうこれからもあれだよ、職員裏切れないよ、我々のことね、ねえ、そういうこと言わないの、いや、じゃあこれ今までの学校、小学校は特に裏切って言わないの。あのね、ねえ、いろんなことがあってだから。6年2組。ねえ、やめなさいって。やめなさいって。やばいです、やばいです。あの、声が聞こえないです。何も聞こえません。やっぱ押した。終わろう。押してるやん、今日は。あら、押しちゃった。なるほど。危ない。いや、あの、6年2組の担任を言うとこは危ない、危ない。やめなさい。聞こえないって言ってましたね。声がもう聞こえてるんですかね、今。聞こえてますよね。よかった。はい、じゃあ今のでちょっと質問がですね、ぶっ飛んでしまうんですけども、はい、はい、じゃああと5分ですね。あと5分、はい、皆さん、はい、あ、来ました、はい、ジャガーさんとみっちゃん、キュンポーズしてください。
キュン今ね、山本太郎さんのキュンみたいなねこれ、これいや、マジキモいんだようるせえな、お前にやってんじゃねえんだマジキモい可愛いだろはい、じゃあ木下に変わりますどうも今日もありがとうございました大丈夫、見つけてね今日もありがとうありがとう虹がち待ってるねはい、その間に先生の質問です先生の T シャツどこのですかアマゾンアマゾンで買いました、わかりませんどこのかわかりませんはい、JJ あ、そしてですね、さっきの JJ 君の意見に対してですがはいまとめた方がいいと思いますとか、うん、最後にいいねコールしてほしいですっていうコメントが来てますでしょそっか、追い込んばっちの人でも少なくなっちゃうね、それじゃねまあいいんじゃない金はあんま使わずですもんから、はい、使いたい人もいるわけですよじゃあそうしても買いまくってよくないまあまあねはい皆さんジャガーさんありがとうございました今日もみんなジャガーさんファンなんだよねありがとうそんなことないよ2、30人はいるよどういう意味それどういう意味終わると嫌ですほんとジャガーさんって人気あるよねうちだったらジャガーさん JJ 僕なんですよ絶対人気の順でいくとね違うよでまともな、まともな順は僕、JJ、ジャガさんなんですよまともな順両方真ん中でよかったなそっちかよねはい、先生のリクエストも来てますねはい木下先生めっちゃ可愛いからキュンポーズしてねキュンキモキモキュンキモリクエストに答えてるだけでしょこっちでしょ、キュンこの方喜ばれてると思いますもしかしたらあじゃあ JJ 君もキュンポーズしてもらいましょうかはいお願いしますお願いしますキューン珍しいいや可愛くてもうめっちゃ珍しいめっちゃ珍しい可愛い可愛いうちの子いや本当こういうの絶対やらないんですけど今日はもうサービスだね JJ はい皆さんめちゃくちゃ笑ってますね今やるね頼むぜこれ多分先生に対してだと思うんですが可愛い、はいひもかわあやがましいよ性格悪いからかわいいありがとうございますかわいいいやすごいですねジャガーさんのファンですがファミリーみんな大好きですいや本当ありがとうございますなんかねもっとお金を使ってください、やりがいがあるよねこう本当反応してもらえるからすごくやりがいありますでちょこっとだけ医学情報ねそれからちょこっとだけ JJ の学校情報あとはもう質問というねご意見っていうのも面白いねそうねこのスタイル来週もあ来週いけるかなあいけますね来週も実は家族でお届けできます、来週も22時来週からしばらくいけんじゃないそうだね、読み手ふさこでいきたいと思いますということでもう11時半になりました長い間皆さん最後までお付き合いありがとうございました来週も、午後10時からですね、このインスタライブでお会いしたいと思いますマスコミの方見ていらっしゃるでしょうかまた記事の方よろしくお願いします今日もありがとうございました先生最後にリクエストがあったんですが、はいはい、投げキスしてくださいっていう方いらっしゃいます社長っていいやよ僕のごめん、はい、先生にですね、はい、ダメですそんな今やってないですよ、ね、本当にガチでもうね人の旦那さんなんだからええ人の旦那さんなんだからえそこ、うん、そこだからはいこれ特別だぜはいお医者のチストに捨てるからいやいや気持ち悪い気持ち悪いしかも爪が刺さってバイバイ一緒にしようはいじゃあまた来週までさよならSee you again